アルゴスです。結局のところ人生を充実して過ごすためには睡眠が大事なんですよね。食事や仕事や趣味の時間やその他様々なカテゴリーがありますが、最終的には睡眠時間が最優先事項です。健康のコア的位置を占めます。私は7時間が適正睡眠時間であることが分かりましたが、皆さんはどれくらいですかね。大体それくらいですかね。睡眠をとれないと集中力が落ちますから、同じ活動時間で習得できる知識や能力の比率が下がります。こんなにもったいないことはありません。ついつい仕事終わりに趣味の時間を入れてしまいがちですが、ほどほどに。いつでも寝れる状態をまず作り、それから残った時間を他のことに配分するのが最も良いと思います。それではまた明日。